はい、こんにちは。こんにちは。どうもどうも。はい、前回は、はい、かなり入門的なお話をしました、うんうん、で今回からは撮影の ABC をお話しますね、はい、ABC の中で、はい、一番最初に覚えてほしいこと、うん、それはカメラをぶらさずに撮る。当たり前の話。カメラをぶらさずに撮る、うん、じゃあどうやったらいいんですか。それはね、一言覚えてほしいのは、はい、フィックス、固める。フィックス、うん、フィックス撮影って言うんですけど、うん、早い話が、はい、写真のように撮ってください。写真撮る時カメラ振らないです。振らないですね。バッてパシッと。そうですね。そうと同じように構えて、そこで録画ボタンを押してそのままにしてほしい。これはフィックス撮影。押して離すまでずっとこのまま固定しておくということですね。動くのは画面の中だけ、はい、画面の中の人だけ動かしてほしい。これは不思議なように聞こえるかもしれないけど、はい、映画でもテレビでも、テレビのドラマでも、はい、よく見るとほとんどがそうなんです。フィックス撮影が使われているそうです。気づかなかったんですけど、ね、役者さんが決まってるから動いてるように見えるよ、はい、動いてるのかと思ってました。ほとんどが動かない。そうなんですね、うん、例えば映画の風景の音はちゃんと、はい、ね、団子屋の茶の間のシーンがある、はい、いっぱい集まっただらこだらやってるけど、はい、あれも茶の間のシーンほとんどが、たまにトラちゃんのアップだとかポンポンと入るぐらいで、あとは大体引いたり、その方が落ち着いて見えるのと、うん、じゃあ寄る時って何ですか。それは何かを強調する時に寄るんです、うん、意味をあって寄ってる、うんうん、その話をしましょうか。はい、ね、まずね、はい、当たり前の話はフィックスって何っていうところを話しますね。はい、これ前回言ってきた横浜ですよね、はい、これもそうですね。これは、あなたが今出てきました、はい、これはずっとフォローって追っかけ回すんですね。フォローと言います、はい、さっきの2つの港の辺をこれ来ると港町を歩いてる、うん、ね、でずっとここ行ってポンとこう切り替えると港の横を歩いて、はい、これ横浜知ってる人はきっと馴染みのある公園ですね、うん、有名な、ね、こういう真ん中にある噴水ですよね、はい、に来たなすぐに分かる、うん、今の3つで横浜の港の感じとどなたがいることが分かる、はい、なおかつこのたった4つの画面の中で主役があなたの場所が横浜だ、山下公園だって全部出てくる。で前回誰がどこで何をしてるの、はい、って言いましたでしょ、はい、だどこで何をしてる誰か、うん、っていうのがこっちも出ちゃった出ちゃったってことですね、うん、でその今の説明をするときに、はい、例えばここの噴水にしてもさっきの大型船でいっても、はい、こんなに振っちゃうとわけわかんないんちゃう。確かに、うん、椅子っていうのはこうやってとか公園の時計でも映せば昼時だね。このこういう意味でフィックスってすごく重要だっていうことなんですね。はい、今座ってるね。はい。はい、で今ちょうど腰から上ぐらいのサイズですね。はい、さあでポンと今切り替えてスマホを取り出しました。うん、今のフォロー撮影、ね。そう、これもさっき歩いてる絵と同じなんですよ。うん、歩いてとこをかけると、はい、あなたが歩いてるなって分かる。今の主役はスマホなんです、うん、スマホを取り出しました、うんうん、見てるのはスマホを置いてありましたね、きっと手間するかなんかするな、うん、っていう期待感を出せるでしょ。さっき歩いてると歩いて先にきっとどこ行くのかなっていうのと同じですね、うんうん、ここで今上からこう撮ると指が動いてるのかでしょ、はい、操作しても分かりますよね、うん、っていう具合に巻かれてるためにこうサイズ、アングル、アングルっていうのがあるとね、こうやってそのカメラの位置とかサイズでもって何をしてるかっていうのが分かる、うんうん、っていうのが映像の基本、うん、ただ見ても分かるとほとんどが今上からだやれ何であれ送ってないでしょ、うんうん、フィックス撮影ほとんどフィックスでしょ、ね、だけで説明を作るんですよ。でこれは家庭のビデオで家族でもって、はい、ピクニック行きました、はい、お弁当広げてますってのが、はい、3人とか4人の家族をそのまま撮ってると十分なんです、うん、ね。ただお弁当箱を開くときにはお弁当が何かなと思わせる意味でポッとお弁当箱を開く、
そしてそこからおにぎりをつまんで子供はパクンってやるところだけは今のこうスマホと同じようにこうフォローしてやればいいわけ。あとは全体引いてあげるだけ十分。それをこっち取ったりあっち取ったりやっちゃうと船酔い状態、船酔いレーズになってしまうと、じゃあ大前提はこう固定カメラの位置を固定して撮るってことと、基本は引き撮ることが多いですね。フルサイズって言いますけど、全体が映るサイズで撮って、重要な部分だけちょっとこうフォローしてやる、アップルしてやる、この2つだけ覚えておく、でやたらと振り回さない、これだけ覚えとけば、まあ50点は取れる、50点取れますか、よかったです、やっと半分まで。そうです、それやらないと、はい、確かに、そこだけは覚えておいてほしい。自分も撮影の時追っかけてましたね。でしょう、ほとんどですよね、当たり前のようにポチッと押してゆるゆるって動かしてポチッとやってました。そういうのって見にくいでしょ、後々見たら。そうなんですよね、なんか本当に見づらいんですよ、さその見るものじゃない、ただ記録のものになっちゃってて、自分が撮ってるから気にならないけど、はい、第三者に見せる、そうですよ、そうですね、見せるようなものになってないんですね、ただ自分のものでも後で見たとき、でこんな風に撮っちゃったのって思うのがあると思うんですよ。確かに、ですから基本はきちんと止めてってことですね、で重要な部分だけこうアップ、というかこう追っかけるだけ、追っかけたりとか、それがよく、それがまあ基本中の基本。